こんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今回は麻痺側の足が病気をしてからずっと頼りなくて全然支えてる感じがしっかりとしない、なんか筋力がなくなって頼りないんじゃないかなと思ってるあなた、そんな悩みを抱えている方に向けての動画になります。病気をしてから麻痺側の足を支えようと思ってもグラグラしたりとか、なんか頼りない、力があまり伝わってない感じしませんか？しかしリハビリの先生からは歩く量が足らないとか麻痺側を使ってないからだというふうによく指導されて必死に練習してるんだけど、やっぱりなんか頼りない、いつになったら自分の足が自分らしい足に感じられるのかというふうに日々悩んでる方非常に多い。ではこのような方に向けて動きのコツではどのような部分を気をつけながら練習していくのかですね、そこを説明していきます。一度確認していただきたいことがあるんですが、皆様椅子から立ち上がった時に麻痺側の足がスーッと外に開いていないですか？かかとがスーッと内側に向いてくる、このような状態で立たれる方はやはり麻痺側をしっかりと感じることができてないんです。ですので立っても歩いても麻痺側がしっかりと感じられずに頼りない足になってしまうんですね。ですがこのかかとが内に入らずに立ち上がることができればしっかりとした足に感じれると思います。まずは椅子に座っていただいてお辞儀をしていったときにしっかりとかかと土踏まずを感じてみてください。ゆっくりお辞儀してかかと土踏まずですよ。そしてここまで感じられたぞという方はここからずっとその土踏まずとかかとの部分を感じたまま立ち上がっていただきたいんです。頼りないよと言ってる方は立つ時にはもうそのことを忘れてしまっている方が多いですね。ですのでかかとがこう滑ってしまう。ですがしっかりと立ち上がる時にかかとと土踏まずをずっと感じながら立っていくと、今かかとは滑ってないですよね。そして足はしっかりと支えている感じが出てるんじゃないでしょうか。普段なかなか頼りなくて自分の足じゃないみたいと感じている方はこの立ち上がる時にずっと麻痺側の足を感じられてないことが一つ原因としてあるかもしれません。ですので皆さんこれからは立ち上がる時にしっかりとかかとと土踏まずをずっと気をつけたまま立ち上がっていただければ麻痺側の足が支えられるように感じられるかと思いますので、ぜひ試してやってみてください。そして今日のこの動画を実践してみて分かったよとかよく結果が出たよという方はぜひグッドボタンクリックお願いします。そしてまだまだリクエストも受け付けておりますので、ぜひ下の方にありますコメント欄皆さん記入してみてください。そしたらあなたに合わせた動画作っていきますのでね、ぜひリクエストもお待ちしてます。